はい、ゾエンパートナーズの大森です。今回はですね、質問に答えていくというような感じなんですけれども、雑草ですね、効果的な時期、効果的な草刈りの時期のお話になっていくというような感じですね。先日ですね、質問を、いただいております。効果的な草刈りの時期ってありますか？つい先日やったばかりなのに感が、定期的にやるのが一番なんですかね、というような感じで、ね、質問をいただいております。質問いただきましてありがとうございます。今回はですね、こちらの質問に対して返事をしていくというふうな感じの動画になっております。私ですね、植木屋さん10年以上、庭師ね10年やっているというような感じでね、そのね知識から今回ねお話しするというふうな感じになります。チャンネル登録前ですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録今のうちによろしくお願いいたします。ということでですね、早速解説の方していきます。まずですね、雑草についてのお話なんですけれども、雑草はですね、基本的にはですね、いろいろなねシーズンでね出てくるという風な感じになりますね。雑草はね、いろんなシーズンで、春に出てくるもの、梅雨に出てくるもの、夏に出てくるもの、秋に出てくるものというような感じになりますね。基本はですね、その冬のシーズンっていうのはね、草木、草花、木ね、全部ね植物は成長はねほとんどしていないというような感じのものが大半というような感じになりますんでね、春暖かくなってからだんだんねこう成長していくと。で、春に出てくるものは秋に出るものね、こう言ってるんですけれども、実際はですね、出てきてね、伸びるタイミングがね違うんじゃないかなっていうような感じのね印象が強いなというところですね。まあ実際のところはね、出てきてる時期もねちょっとずつずれているとは思うんですけれども、やっぱりね小さいうちだとね、こう取るのにね取れないぐらいのね小ささでね、まあいいかなみたいな感じでね、見過ごしているものとかがね、だんだんこうね大きくなっていくというような感じになりますんで、基本的にはですね、1年を通して冬以外の時期はですね、草がねどんどん成長していって、どんどんね出てきてしまうよというようなね、感じになっております。で、そんなね草、雑草なんですけれども、雑草のねベストなタイミングというのはですね、生えている草によってで違うというような感じなんですね。雑草、家のねこの周りにある雑草全部の話をね、するとですね、その家ごとにね、指導していかなきゃいけないんですけれども、そのねメインで生えている草、雑草は何なのかなっていうね、ものによってですね、実はねその生えているものによって対応するタイミングっていうのが違うというような感じなんですね。で、それはなぜかというお話なんですけれども、草はですね、前回のね動画でも話した通りですね、種で増えていくもの、あとはですね根っこからどんどん増えていくものっていうものがあります。まあ基本的にはこの2種類というような感じなんですけれども、種でね増えていくものっていうのはね、想像しやすいと思います。まあ大体ね、タンポポみたいなやつね想像してもらえばですね、こうね花が咲いて、その後ね綿毛になってね、こうふーなんて言ったらね、こうわーっとね、綿毛が飛んでいくと、であれがねこう出てくると、新しいもの出てくるというような感じでね、種で増えていくもの、あとはですね、根っこがねこうビューッと伸びていってね、そこから出てくるものっていうものがあります。これね杉菜だったりとか、まあドクダミだったりとかね、ああいうのとかね、根っこがあるとねどんどん出てきちゃう、笹だったりとかっていうのもねそうなんですけれども、そういうものでね増えていくよというような感じになっております。で、基本的にはねこの雑草出てくるのにはこの2種類っていうことになるんですけれども、このねどっちのパターンなのかによってですね、刈るタイミング、減らすために刈るタイミングっていうのはね変わってくるというような感じですね。主にですね、種がなって増えていくよっていうものがね、多いものであればですね、種がなる前のタイミングでですね、こう刈り取ってあげるとですね、種じゃない部分だけが残ってですね、種で増えていくっていうことがね、かなり減らすというふうな感じのことができるということなんですよね。なんで、その草が種がなる前に、種になる部分を切っちゃう。そうすると種で増やさせないということができるというような感じなんですよね。で、今度はね、その杉菜の時にもお話したんですけれども、根っこで増えていくものに関してはですね、緑の部分ね、その光合成してますんでね、草、花、木もそうなんですけれども、光合成してますんで、光合成をさせないように、切っちゃう。刈り取っちゃう。ね、そういう風にするとですね、その土の中でね、こうどんどん増えていくものをだんだんねこの時間をかけて弱らせていくよということがね基本的にはできるというような感じなんですよ。ですんで、このね2パターンどっちなのかなっていうのを見極めてですね、あ
もうね、ちょっと秋になったらね、綿毛がどん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 ね、できちゃうのか、ね、夏にね、種がこうね、バーンって出るのか、春にね、種がなってね、その、弾け飛ぶっていうような草とかもありますんでね、春よりもね、ちょっと前の段階でね、もう出てきてすぐやらないといけないみたいなね、そういう雑草もあったりするというような感じなんでね、どの草をどのくらいのね、もう、はびこらせ方してて、それをね、どのくらい減らしたいのかっていうのによっても変わってくるというような感じなんですよね。なんかよくわかんないけど、とにかくね、この今あるお庭のね、雑草を減らしたいっていうのであれば、まあ、定期的なね、草刈り、まあ、春になって出てきたものを刈る、ね、梅雨になって出てきたものを刈る、ね、夏になって出てきたものを刈る、みたいな感じでね、だん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 減らすっていうのはね、できると思います。ですけれどもね、まあ、今言ってるのはですね、その、もうピンポイントでその草をですね、特定してですね、その草に対応したその草だけをこう減らしていくっていうようなやり方のお話をしているというような感じですね。で、どっちをね、どういう感じでね、減らしていきたいのかによっても、そのね、ベストなタイミングっていうのは違ってくるよというような感じです。で、一番ですね、もう一番マックスでね、効果があるのはね、やっぱり除草剤。除草剤がね、一番効果があるというような感じですね。でもね、ちょっと今ね、時代の流れ的にね、除草剤あんまりやりたくないよっていう方もね、結構増えていると思います。まあ、除草剤ね、こうバーっと撒くとですね、もうかかった草花で、もう必ず枯れていくと。で、最近のものだとね、根っこまでね、枯らしちゃうよっていうものが多いんでね、まあ、例えば笹だったりとか、なんかね、杉菜みたいなのとかね、毒ダミとかも、結構ね、もう何回かこうバーっとかけちゃうとね、もう一つ残らず全部ね、1年2年でなくせたよみたいなね、感じのこともできます。で、最近のね、除草剤とかだとね、土にもね、悪い影響を与えないで、負けますよっていうものとかもね、普通にね、売ってたりしますんでね、まあ、ラベル見てね、土にも大丈夫みたいなね、書いてあれば、それを選んでいただいてね、撒くと。いうような感じになっていますんでね。まあそんな感じでね、対処するというのも全然ありなのかなとは思っております。というような感じでね、まあ草刈りのベストなタイミングはですね、やっぱりね、庭によってね、違うんじゃないかな。例えばね、芝生育てててね、芝生の中の、なんかね、やつがね、こう、どん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 はびこってくるのが嫌だよって言ったらね、取らなきゃいけないのか、買ってもなくなるのかってね、芝生のね、使えるね、稲刈りに対応してる除草剤撒いた方がいいのかとかね、いろいろね、その状況によってね、やり方違います。日が当たる部分でも違いますし、日が当たらない部分でも違います。半日ね、日が当たってるけど、半日日が当たってないよっていうようなことでも違いますし、まあね、そこが花壇にしてるのか、ね、畑にしてるのかっていうのでもね、結構違ってきます。ですけれども、基本的にね、考え方としてはですね、種で増えるものはね、種を出させなければ増えないわけですよ。で、ね、地下のね、根っこがこうね、どん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 伸びていって、増えていくものに関してはですね、その地下のね、根っこにね、こう、じわじわね、ダメージを与えるためにですね、光合成をさせないという風な感じで対応できるというような感じなんですよね。ですんで、まあ、この草はね、どっちなのかなっていうのはね、分かれば、それによってね、対応できるという風な感じになりますんでね。まあ、何でもかんでもね、これがいいんじゃないかなっていうのを言うとすればですね、出てきた都度ね、刈り取るっていうのはね、一番簡単でね、どうか効果的なんじゃないかなと思いますね。で、刈り取るのもね、なるべくね、要するに光合成させないっていうのと、種をね、増やさせないって両方狙うのであればね、もう根っこだけ残して、根っこ以外のところはもう刈り取っちゃうっていうのがね、一番多分いいと思いますんでね。この草、ね、出てる草がね、何かわからないし、なんとなくね、なんかいろんなの生えちゃってるな、みたいな感じで、まあね、それでしかね、ちょっと方法はないと。あとはね、ちょっと調べていただいてね、あ、こういう草なんだ。じゃあ、こういう風に対応していこう。こういう草なんだ。じゃあ、こういう風に対応していこうというような感じでね、やっていくというところですね。ただね、ちょっとね、前の動画でもお話ししたんですけれども、結局ね、その雑草がね、あるから、雑草やっぱ取りたくなるんですけど、雑草がね、なくなったらね、また違うね、ところから違うものがね、出てくると。例えばそのね、セイタカアワダチソウ嫌だったから、じゃあセイタカアワダチソウをね、取るためにね、こうもう切ってね、光合成させないためにね、もう最初に出てきた段階からもう切ってってやってね、セイタカアワダチソウはなくなったんですけれども、違うね、なんか、イネ科のね、こうなんかピューンっていう植物ばっかりになっちゃいましたみたいなね、そういう風なこともあります。ですんで、まあ、どの草は残っててもよくて、どの草はね、残ってたら良くないのかっていうのもね、考えつつね、やってもらうっていうのもいいんじゃないかなと思っております。あとね、毒ダミみたいなやつとかだと、この匂いがですね、結構きつかったりするんですよ、匂いがね。それがね、嫌だよっていうね、その虫だったりとか、動物だったりとかっていうのもあったりするんですよ。なんで、毒ダミをですね、こう、わざと生やしといてですね、他のね、なんか動物をね、虫とかをね、来させない。虫はちょっとあれなんですけど、来させないみたいなね、そういうのもね、狙えるその草花っていうのもね、あったりしますんでね、ハーブ系のやつとかだとね、なんかね、虫がね、来にくくなりますよ、みたいなハーブとかもあってね、それとかも結構ね、
こう増えたりするんですけれども、まあまあまあ他のねなんかよくわかんないのでごちゃごちゃするよりはねそれでもいいかなみたいな感じでね、増やしていくっていうのも一つの考え方なのかなとも思いますんでね、まあ自分がねどの程度で許せるのかどの程度で許せないのかっていうところでね判断していただければいいんじゃないかなと思っております。というような感じでね、実際のところはですねやっぱりねその庭によってですね草刈りするタイミングっていうのはねベストなタイミングっていうのは違うと思いますんでね、まあ手間かけられるようであればね、まあ毎月なりね2ヶ月に1回なりねこうやってあげるっていうのがね僕はいいと思いますんでね、そうするとねやっぱお庭にも愛着湧いてきてね、やっぱりこの雑草もね育ててみようかなって気にもなるかもしれないというような感じのね、こともありますんでね、まあぜひともね、今一度見ていただければなと。ちなみにね今の時期からだったらね基本的にはもうほとんどの草がねだんだんこうね枯れていくような感じで、ね、こう弱っていくというかねなくなっていくっていう風な感じになります。で地面の中でね生きているっていうものがね大半になるんじゃないかなと思いますんでね、まあそんな感じというところです。ということでね今回は草刈りのベストなタイミングについてのお話をしております。チャンネル登録もあるんですよという方いらっしゃいましたらぜひともチャンネル登録今のうちによろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。